改善命令を受けたのは、沼津市岡野宮の老人ホームを運営する株式会社フレミアです。市は去年12月、関係者から情報提供を受け、施設の立ち入り検査を行った結果、職員が8人の入所者に対し、体を車椅子に固定したり、ベッドを柵で囲ったりするなど、4つの虐待行為が明らかになりました。市によりますと、 入所者の体を拘束する場合、記録を残したり職員の定期的な研修を行ったりするなど手続きが必要ですが施設は手のかかる方がいるので仕方がなかったとして手続きを取っていなかったということです市は事業者に対し来月30日までに改善報告書の提出を求めています